猫の男爵バロンの人形はどのようにして作られたのか、制作依頼をいただいたきっかけ、実際の制作で乗り越えてきた課題、本番撮影の緊張感、そして映画の公開、SNS の反応、松坂桃李さんへのバロン贈呈など、この動画では2022年に公開された実写映画耳をすませばにてバロンの人形制作を担当させていただいた僕が、制作過程の映像とともに当時のことを振り返りながら実写版バロンの誕生秘話をお話ししていきます。耳をすませばのファンの方はもちろん、映画に携わった作品作りの様子を紹介できることはあまりないことだと思いますので、造形や人形作りに興味がある方もぜひ最後までご覧ください。まずは設計図を描いていくところからです。原寸大の大きさで紙にどんな人形にするか完成を想像しながら描いていきます。そもそもバロンの制作をいただいた時は僕自身耳を疑いました。あれは2019年の12月、当時働いていた会社で企画した作品展をしていた時のことです。絵画や写真、アクセサリーなど多様なジャンルのアーティストのグループ展で、僕も人形作品を出展していました。場所は渋谷だったので多くの方が作品を見に来てくれたのですが、その中で人形を作れる人を探しているという方がいらっしゃいました。作品に関して質問をいくつか交わす中で、その方は君にならできそうな気がするな、ちょうど今映画制作の会議を終えてから展示を見に来たんだよ、まだ確定ではないけどね、などすごく気になるワードが連発して、何なんだこの人はとすごくドキドキしていたのを覚えています。そしてお帰りになられる時に最後に、映画で使用する人形の制作を依頼させていただくかもしれませんとご相談いただきました。そしてそのタイトルがなんと耳をすませばだったんです。当時28歳の僕は、人形を作ることで何か掴みたい、でもどうしたら人生うまくいくかわからないと必死にもがいていたので、まさに夢のような話でした。これもしあなたが当時の僕の立場だったらどう思いますか？僕はもうその時の驚きと喜びがすごくて、もう例えるなら白馬の王子様が迎えに来てくれたみたいな感覚でした。その方は当時働いていた会社のボスの知人で、映画美術のお仕事をされている方だったんです。何かすごいことが始まるぞと期待と興奮で高揚していたのですが、次第にプレッシャーが押し寄せてきて、これは何かドッキリや詐欺なのではとも考えるほどでした。この話が制作依頼をいただいたきっかけです。そして1ヶ月後ぐらいに、美術監督さんをはじめ美術スタッフの皆様と打ち合わせに参加させていただけることになり、本格的にバロン制作のプロジェクトがスタートしました。スケジュール的にはバロンの撮影まであと2ヶ月半。普段から数ヶ月かけて1体の人形を作っていたので時間の余裕もありません。そしてその打ち合わせで映画の台本をいただいた時には、ぐっと現実味が増してきて、台本がとても重く感じました。これを言うと少し恥ずかしいんですが、まるで自分がバロンになって映画に出るような、そんな感覚でした。それぐらい緊張とプレッシャーと嬉しさがあったのを覚えています。さて、制作している動画の方では設計図に基づいて粘土で造形を進めています。実は首と手、肘、胸にも関節が入っており、動かすことができる作りになっています。ジブリ版のバロンは
シーンによってバロンのポーズが変わっていたので、実写版でもその再現があるかもしれないと思って設計したものです。ではここで、耳をすませばのバロンはどんなキャラクターだったのかをおさらいしてみましょう。バロンは柊木葵先生の漫画耳をすませばおよびスタジオジブリが制作したアニメ映画版に登場する猫の人形で、紳士的なスーツ姿のキャラクターです。主人公の雫は偶然に訪れたアンティークショップの地球屋でバロンと出会います。バロンの持ち主は地球屋の主人西四郎さんで、ドイツへ留学中にバロンを見つけました。彼はバロンの元の持ち主に譲ってほしいと頼み、一度は断られますが、その後譲ってもらうことになったのです。角度によって光るバロンの瞳はエメラルドの原石を含む鉱物でできています。光に当たると輝きを放つのは、職人が人形を作る際についた細かい傷によるもので、これはエンゲルスツイマーと呼ばれています。アンティークで紳士的な雰囲気や恋人のルイーゼとのストーリーもあり、とても人気のあるキャラクターです。そんなバロンを実写版として再現するために、いくつもの課題を乗り越えてきました。まず初回の打ち合わせで美術監督さんからイメージスケッチをいただきました。そのスケッチはバロンの毛並みの感じや洋服の雰囲気などがわかる素敵な味のあるスケッチでした。バロン制作の全体的な目標としては、原作やジブリ映画版に似せすぎず、実写映画オリジナルのバロンを制作するというものでした。構想段階では紳士的なかっこいいバロンの他にも、可愛らしい猫に寄せたバロンのスタイルも候補として出ていたようで、それに合わせてバロンのヘッドの試作もいくつか作りました。その時の試作の一部がこちらです。そしてバロンの撮影のメインはやはり瞳の輝きのシーンです。できるだけ CG 表現を使いたくないという要望もあり、手作りでの再現に挑戦しました。カメラで瞳を直接撮影するため、実写版では全長50センチくらいの大きさの人形を制作することになりました。光の量や画角なども考慮してやったんだと思います。当初は瞳の色を決めかねており、試作品を何度も作って打ち合わせに挑みました。ガラスをバーナーで溶かし合わせて色を作っています。ガラスを扱うにあたり、同じ色で形と大きさを揃えるのは難しく、失敗作もたくさんできました。試作品を見てもらって、実際に顔のパーツにはめて雰囲気を確かめたりしながら、瞳の色は緑色に決定。しかし問題は、どうやってエンゲルスツイマーの輝きを再現するかです。打ち合わせに参加されている皆さんからご意見やアドバイスをいただきつつ、最終的にどう再現するかは僕の宿題になりました。その日から多くの素材で試行錯誤を繰り返す日々が続きました。鏡や銀箔、パールやレジン、宝石などガラスだけにとらわれずに、様々な可能性を探りました。そしてついに、これはいけるかもと思える瞳ができ、動画を送って早速グループチャットで共有しました。その時の映像がこちらです。瞳の裏に光の反射が高い素材を仕込み、瞳の中で光が乱反射するような仕組みを作りました。そして共有してすぐに、これは勝てるとコメントをいただき、後日の打ち合わせで実物を確認していただいた上で採用が決定しました。実際に何かと戦っていたわけではないですが、何か目標に向かって進んでいる時に、これは勝てるみたいな感覚になることってないですか？僕も何かを勝ち取った、そんな気分でした。
て、制作動画では靴を作る工程に入りました。革靴や木製のステッキ、手袋は僕が制作しているのですが、バロンを語る上で欠かせないのがこの洋服です。この味のあるスーツは映像美術の裁縫チームの方々に仕上げていただきました。初期の打ち合わせからスーツの生地やシルエット、ボタンの素材など細かく相談していきました。この物語の舞台となった時代背景は、雫の中学生の頃が1988年、地球屋のおじいさんが80歳で、そこから遡って若い頃ドイツで留学していた時にバロンはすでに完成していたと考えると、おおよそ1920年代にバロンは作られたのかなと推測して、当時の雰囲気や流行りのスタイルなどを検討したりもしました。年代はあくまで推測ですが、バロンは長い時間を経てこの物語に登場しているのは確かです。スーツやステッキ、革靴や帽子などエイジング加工といって、わざと汚したり傷をつける加工を施してアンティークの風合いを出していきました。どうでしょうか、あなたはこのスーツ素敵だと思いませんか？僕は最終的にバロンの完成度を高くすることができたのもこのスーツのおかげだと思っています。こうしてバロン製作は一歩ずつ着実に進んでいったのでした。バロンもいよいよ完成です。着彩が終わり、ボディを組み上げ、スーツを着こなしたバロンを見ていただいて、美術監督さんにこれは良いバロンが仕上がったと言っていただくことができました。打ち合わせ場所でみんなで出来たてのバロンの写真を撮ったのを覚えています。この時すでにとてつもない達成感があったのですが、まだ気を緩めてはいけません。数日後にバロンの本番撮影が迫っていたのです。なんとこのタイミングで新型コロナウイルス対策の緊急事態宣言が発令されてしまいました。これにより映画の撮影が完全にストップ。バロンの本番撮影日も未定のまま時間だけが過ぎていきました。1回目の緊急事態宣言は記憶に残っている方も多いと思いますが、世界が一気に不安と混乱の状態に陥りましたよね。あなたはこの頃どのように過ごしていましたか？僕もまずは世界はどうなってしまうんだろうという漠然とした不安の中で、もしかしたらこのまま耳を澄ませばも中止になってしまうのではと夜明けになっていました。しかし何もしないわけにもいかないので、他の仕事をしたり YouTube の動画を投稿するなどして撮影再開の日を待っていました。
そんなある日、例のグループチャットに撮影日が決定しましたと連絡が入り、箱の中で眠ってもらっていたバロンを起こして急遽撮影に挑むことになりました。撮影の様子などは映画公開前に投稿したこちらの動画でもお話ししていますが、もう各分野のプロが一堂に会して映像を作り上げる様はとてもすごかったです。バロンがいる地球屋はセットを組んでの撮影だったのですが、細部にわたって本格的に作り込んであり、まさに地球屋そのものでした。バロンが登場するシーンには役者さんとバロンが一緒に写ったり手に持ってもらったりといったシーンもあり、バロンに不具合はないか、万が一壊れたりしないかなど終始緊張しながら見守っていました。そして当初からの課題だった瞳の撮影のシーン、監督さん、照明さん、カメラさんがその場で打ち合わせをしてすぐに本番の撮影がスタート。セットから少し離れたところに小さなモニターがあって、そこに撮影した映像がリアルタイムで映し出されるのですが、それを見ていた美術監督さんがまるで宇宙のようだねと言ってくださいました。そうしてバロンの登場シーンは無事に終了。その後、美術監督さんにどうして無名の僕にバロンを任せてくださったんですかと尋ねたら、重要な存在であるバロンはただの小道具として作られるのではなく、本当の作家に作ってほしかったという思いを伝えられて、すごく感動したのを覚えています。さてさて、こうしてバロンを作ってきた怒涛の日々は一旦落ち着きました。映画の撮影は新型コロナの影響で予定を変更しつつ、約2年という長い月日を経てクランクアップを迎えることができたのでした。そして2022年4月13日、映画の公開日が正式に発表されました。もうその日は他の仕事が手につかずに、バロンを制作させていただいたことの報告を震えながら SNS に投稿しました。そこからまた僕にとって刺激的な日々が始まったのです。でついに実写映画耳を澄ませば全国上映となりました。初日の一番の回を見に行きましたし、僕の両親も地元の映画館で見てくれていました。テレビや雑誌、ウェブメディアで映画のプロモーションが行われる中、映画をご覧になった方々の反応が SNS に上がってくるようになりました。当時のツイッターでは様々な意見や感想が飛び交いましたが、僕が見ていた中ではありがたいことにバロンは肯定的な意見が多く、実写版のバロンは受け入れていただいたように思いました。そして特に印象に残っているのが森野どんぐりさんの映画感想レポートの投稿です。まずジブリライクなイラストが素敵すぎるんですが、それぞれのキャラクターに感想が記載されていて、バロンにも触れてもらっていました。そこに書かれていたのは、バロンがかなり大きい、みんな結構雑に持つ、とのこと。まさにこれ、僕が感じていたことです。特に雑に持つの部分。実は撮影現場で、
皆さんの人形の扱いを見てヒヤヒヤしていました。この投稿を見た時に、細かいところまで映画をじっくり見てくださっているなと思って、とても嬉しい気持ちになりました。こうして映画の公開日から数日が経ち、映画のプロモーション活動は終了という最後の舞台イベントの日を迎えました。実はバロンは2体制作しており、映画の撮影に使用したバロンはこの最後の舞台イベントの後、松坂桃李さんへ贈呈させていただきました。松坂さんはプロモーション活動の中でバロンが欲しいなと発言されていたみたいで、プロデューサーさんのご好意もあり、僕から直接お渡しさせていただけることになったのです。そして舞台の関係者控室にお邪魔させていただいたのですが、なんだかもうそこからキラキラしているように感じました。主人公の松坂さんに欲しいと思ってもらえたこと、そして直接お渡しできたことは、制作者としてこの上ない喜びでした。もう一体のバロンはジャパンプレミアの際に清野菜名さんからイタリア文化会館へ寄贈されています。この動画で紹介していた制作過程の様子は2体目のバロンの制作時のものでした。初めのバロンの時はこれまでお話ししてきたような感じだったので、動画を撮影しながら作る余裕がなかったんです。なので今はどちらのバロンも僕の手元にはいません。しかし今こうして振り返ってみても、このバロン制作を通じて最前線でご活躍されているプロの方々と一緒に仕事ができたことは本当にありがたくて、とても得難い貴重な体験だったと思っています。僕自身も成長させていただきましたし、感謝しかありません。この動画は思ったより長い動画になってしまいましたが、バロン制作の記録を自分用にも保存しておくためにしっかり作りたかったんです。ここまで視聴していただいた方はもしかしたら僕の両親ぐらいかもしれません。この動画で引用や紹介させていただいたものは動画説明欄にて情報やリンクをまとめています。そしてバロン制作の機会をくださった映画制作陣の皆様、制作を応援サポートしてくださった皆様に改めて感謝申し上げます。はい、ここまでご覧いただきありがとうございました。最後になりましたが、ルイーゼも作ってほしいというコメントをよくいただきますので、それについてお答えします。率直に僕もぜひ作りたいと思っています。しかし公式に作るのはなかなか難しいと思いますので、自分用にファンアートとしてバロンとルイーゼを作ることができたらいいなと考えています。作り上げるのはいつになるかまだわからないんですが、ぜひ楽しみにお待ちいただけると嬉しいです。そして造形や人形作りなど、これまで自分がやってきたことを発信して誰かのお役に立ちたいので、YouTube で動画の配信を続けていきます。なので、まだチャンネル登録をされてないという方は、ぜひこの機会にチャンネル登録と通知設定の方をよろしくお願いいたします。それでは、最後までご覧いただきありがとうございました。実写映画、耳をすますのは、現在、各動画配信サービスにてデジタル配信中です。そして耳をすませば劇場用プログラムはまだ買えるそうなので、説明欄にリンクを記載しておきます。ぜひご覧ください。